フランスの政党は、フランスの政党について説明する。フランスにおいて、議会外に組織を有する政党が結成されたのは20世紀に入ってからで、それまでは、議会内で結成された議員グループに止まっており、離合集散が頻繁だった。まず1901年に、中道政党として、共和党、急新党、急新社会主義党が結成され、 1905年には、左派政党として、スフィオが結成された。また1920年には、スフィオから離党した勢力が、PCF を結成した。政党規律が弱く離合衆参が頻繁だったことも、影響して、第四共和制までのフランスは、小党分立状態が続き、そのため内閣は頻繁な交代を余儀なくされ、政治的不安定の一員となっていた。 第五共和制における国会議員選挙と大統領選挙に2回投票制が導入された結果、政党再編と左派と右派の2つの政党ブロックへの統合が進んだ。左派はスフィオの後継政党として1969年に結成された PS と PCF、右派はドコール主義者の政党である RPR とジスカールデスタン氏自派が結集した。 政党連合である UDF がそれぞれブロック内における二大政党となり、フランスにおける政党制は二大ブロック四大政党制となった。しかし1980年代以降、左派ブロックでは PS が優位を占め PCF が没落、右派ブロックでは RPR と UDF が2002年大統領選挙を前に統合を果たし、大統領多数派連合を経て、同年11月にうんプとなった。 この結果、それまでの二大ブロック四大政党制は、左派の PS と右派の音符による二大政党制の様相が強くなった。EU 離脱を掲げる政党の筆頭として、ユピー派がある。ありがとうございます。